赤外線フィルターを通して見れるようにした、SCP-966-2。アイテム番号 SCP-966。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル機動部隊オタ、1、夢か誘導。ドリームハンターズ、と。機動部隊オタ、2、空の追って。エアチエイサース、は、残る野生の SCP-966 を発見し無効化するために。睡眠障害に関係した突然の激しい人々の死のニュースを定期的に見張っています。財団が捕獲した SCP-966 の4例、SCP-966-1、SCP-966-3、SCP-966-4 と指定されたオス3体と SCP-966-2 と指定されたメス1体は、サイトにある鉛で裏張りされた鉄製の 10×10 メートルの部屋に収容されなければなりません。赤外線撮影用のフィルターとフィルムを取り付けた2つの防犯カメラが部屋の中に設置されています。SCP-966 の各見本には毎月 20kg の肉が与えられます。SCP-966-2 の出産が行われたら、新たに生まれた見本は研究されて、成熟体に達するまでには処分されます。説明 SCP-966 はハゲていてつま先立ちで歩く人間に似た捕食性の生物で、針のような歯が並ぶ口がついた細長い顔をしています。手には最長で20にもなる5本の鍵爪が生えています。それらは鋭いものの壊れやすく、戦闘には適していません。SCP-966 の身長は 1.4 メートルから 1.6 メートルの間で、体重は 30kg にまで増加します。肉体的には SCP-966 は弱く、骨はスカスカで筋肉密度も低いです。彼らは睡眠によって休息をとるようではありません。その代わり、彼らは一見するとランダムな時間間隔で全ての運動を突然やめ、3分から5分後に通常の行動を再開します。SCP-966 は700ナノメートルからおよそ900ナノメートルの間の波長でだけ見ることができます。これは SCP-966 の全ての体組織に当てはまります。もし SCP-966 が皮膚、筋肉、または内臓に第2から第3度の火傷を負うと、影響を受けた部分は360ナノメートルから900ナノメートルの間の波長で見ることができます。SCP-966 は人間を含む中型から大型サイズの動物を食べます。彼らは一人、あるいはペアのどちらかで狩りをします。彼らの狩猟方法はこれまで知られていない種類の波長、子、博士を唱えて、歯と名付けられました、を一度、突発的に放出することからなります。波は影響を受けた生物がノンレム睡眠状態かレム睡眠状態に陥る能力を永久に妨げます。マイクロスリープに落ちる能力もまた失われます。波の効果範囲は最大で20メートルです。しかしながら、ボスと繊維金属によってそれらを妨げることができると実験で判明しました。とりわけ鉛が効果が高いようです。SCP-966 の犠牲者を眠らせる全ての試みは失敗に終わりました。他の意識喪失状態を引き出すことは依然として可能ですが、これらは影響を受けた対象に本当の休息を提供しないため、通常は有害となることが示されるでしょう。犠牲者から眠りを奪い去った後、休息の不足が彼らを普通に生活できなくさせるまで、SCP-966 は獲物の後をつけていくでしょう。そこまで至ると、SCP-966 は獲物を消費し始めます。犠牲者の後をつけている間は、SCP-966 は非常に機敏で静かであることがわかりました。時には、さらにストレスを感じさせるために、獲物の周りで意図的に脅すように音を立てます。また、とりわけ犠牲者に耐久性があるとわかったなら、彼らを物理的に襲撃さえする場合もあります。睡眠障害に起因する一般的な症状以外にも SCP-966 の犠牲者の一部は、明白な外的刺激のない突然の怒りの発作とともに、とても鮮明な幻覚に苦しむ兆候を見せました。これらは長期間、波にさらされた影響であると、現在は考えられています。SCP-966
966がなぜこれらの波長を犠牲者の何人かだけに絶えず晒し続けているのかは分かっていません。一つの仮説は、SCP-966 が飢えている時にだけこうするのだということです。なぜならそうすることで、より早いペースで獲物の状態を肉体的にも精神的にもさらに悪化させ、生活能力を奪うことができるからです。野生の SCP-966 は世界中で見つかっています。19、都市の発見以来、財団は彼らの生息数を大幅に減らすことに成功していますが、多くの国、特に、都、において、依然として大量に見つかっています。